アゴブチクジャクガメは、ヌマガメかアカミミガメ属に分類されるカメ。コロンビア北部、ベネズエラ北西部模式産地は、ファルコン州。ベネズエラ固有アシ最大高長32.5センチメートル。オスよりもメスの方がやや大型になる。高甲,甲板は、細長い長方形。第1から4、C 甲板の縦幅と横幅はほぼ同じ長さだが、第5、 C パンは横幅の方が長い。あカらパンには目上半紋が入る。復興の色彩は薄いオレンジ色や単光色、黄色で暗色の半紋が入る。頭部はやや大型ないし大型で、粉炭はやや突出する。上顎の先端はわずかに凹み、二股に分かれる。上顎や下顎、喉に円や楕円の黄色い半紋が入る。 種商名キャリロストリスは美しいくちばし、糞の意でこの反紋に由来すると思われる。死は頑丈。容体は C 看板に筋状の盛り上がりがあり、後部円看板にノコギリ状にトんル。る。成長に伴いキールは消失し、円看板も滑らかになるが生態でも残る。また成長に伴い廃校の色彩は暗くなり、反紋は不鮮明になる。 オスの生態は、体色が暗色化が顕著で、黒色化こそ起こさないものの肺高が暗褐色一色になり、反紋が消失する個体もいる。またオスの生態はメスに比べやや分炭が突出するが、顕著ではない。最大高長30センチメートル。肺高の幅は細く、高高もあまり高くならない。肺高の色彩は、緑褐色や、能力色。 復興に入る暗色の反紋は、復興の大部分を占める。上あごや下あご、喉に入る円形や楕円型の反紋は、数が多い。側頭部に、黄色や灯色の幅が細い反紋が入る。最大野種。廃校の幅が、やや広く、高高も盛り上がる。廃校の色彩は濃い緑褐色や暗褐色。復興に入る暗色の反紋は、復興の中央部に集まり、 外縁部では、反紋が入らない部分も大きい。円形や楕円型の反紋は上顎にはない個体が多く、下顎や喉でも数が少ない。側頭部に脳赤色や、赤葛色の幅が広いくさ型の反紋が入る。流れの緩やかな河川やその周囲にある湖、地小等に生息する。日光浴を好みはや、流木の上等によく上がる。植生は雑食。 成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵生。メスの噴炭にオスが噴炭をすり寄せたり、総排泄口の匂いを嗅ぐような求愛をする。元アッシュは12翌4月に1回に9から25個の卵を2回に分けて産む。生息地では卵も含めて食用とされることもある。開発による生息地の破壊、水質汚染。 食用の乱獲等により生息数は減少している。現在、野生個体の輸出は厳しく制限されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前は赤耳メ等と区別されず緑ガメとして、野生個体が大量に流通していたが、1970年頃に生息地で保護されるようになり、流通量が激減した。 主に欧米や日本国内で繁殖された元ア種が少数流通し、コロンビアでの養殖個体が流通した例もある。アクアテラリウムで飼育される。活発でやや大型になるため大型のケージが容易、できない場合は一般家庭での飼育には向かない。生態は性質が荒くなる傾向があり、他個体に噛みつくこともあるため基本的には単独飼育になる。餌付きはよく。 人工飼料や乾燥飼料等も食べる。ありがとうございます。